よし、みんな聞け。今日の相手セネガルは高い身体能力を生かしたスピードのチームだ。足の速いフォワードがディフェンスの裏に走り、ミッドフィルダーのサンゴールがそこにロングボールを送る。これがセネガルの攻撃の基本の型だ。彼らと単純に競争するのは不利だから、ディフェンダーはオフサイドトラップを仕掛けていこう。ゴールキーパーは空いたスペースのカバーをしっかりと頼む。そしてセネガルはヘディングも多用してくる。高さ勝負にも力を入れた方が良さそうだ。お！一方守備だが、オランダ戦とイタリア戦で見た通り増えてとしている。総合的に見てスピードでは彼らが上だが、テクニックや連携はこちらが上だ。自信を持って戦ってほしい。いいな。はい。向こうは2連敗してもう予選敗退が決まってるんだろ。俺たちはそのイタリアとオランダに勝ってるんだし、まあ余裕で勝てるんじゃねえの。そうだ、今の俺たちに油断していい相手なんて一つもない。一瞬の気の緩みで全てを失うなんてのはサッカーじゃよくあることだぜ。みんな聞いてくれ。どうした翼。俺たちはすでに決勝トーナメント行きを決めている。だからこの試合はそれほど重要じゃないって思ってる選手もいると思う。だけど俺たちの目標は世界一だ。決勝トーナメントに行けばもっと厳しい戦いが待っているに違いない。その前に気を緩めるのはいいことじゃない。そうだ、一度気を緩めると力が抜けてしまって、それを取り戻すのは思っているよりも難しい。だからこの試合も全力で戦って、そして勝つ。みんな勢いをつけて決勝トーナメントに行くぞ。ああ、俺たちにとっては今日が最終戦か。ごめん、僕がもっとみんなの良さを引き出せていれば。何言ってるんだ、お前は何も悪くない。悪いのはあんな単純な戦術しか組まない監督さ。あんなので世界で勝てるわけないんだよ。そうだろサンゴール。うん、僕もそう思うんだけど。よし、みんな揃ってるな。今日の相手は日本。ここまで2試合勝って勢いに乗っているチームだ。だが身体能力はそれほどでもない。つまり我々とは相性のいい相手だ。今日こそセネガルのスピードサッカーの威力を世界に見せつけてやれ。返事はどうした。はい。サンゴール、うちの選手たちが世界的に優れているところはどこだ。それは足の速さとジャンプ力です。ならばサンゴール、身体能力はみんなより劣るが、チームナンバーワンのテクニシャンとしてお前が果たすべき役目は何だ。チームメイトの良さを引き出して試合を作ることです。そうだ、だからこそ私はこの戦術を組んだのだ。でも何か文句があるのか。いえ。ないとでも思ってるのかよチャーロ。サンゴール、キャプテンとしてみんなに気合を入れてやれ。はい。みんな今日が最後の試合になるけれど、最後まで僕たちらしく戦おう。そうだ、それでいいんだ。それじゃあ
私は先にベンチに上がっているからな。3ゴール、なんで言い返さないんだよ。本当にお前は気が弱いんだから。でも監督が言う通り、みんなは本当にすごいから。だから僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。だからみんなで頑張ろう。3ゴール今日は予選リーグ3回戦、日本対セネガルの一戦が行われます。全日本はイタリア、オランダに連勝し、すでに予選リーグ突破を決めています。一方のセネガルは2連敗し、予選リーグ敗退が決定しております。置かれたチーム状況が誠に対照的なチーム同士のこの一戦、日本が3連勝し勢いを増して決勝トーナメントに挑むのか、それともセネガルが意地を見せるのか、まもなくキックオフの時間です。君がキャプテンだね。今日はよろしく。うん、よろしくお願いします。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな、お互い力を出し切っていい試合をしよう。3ゴール、お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた俺たちが一番よく知ってる。お前のテクニックは世界の誰にも負けやしない。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。